室町武将紀行瀬名和秀子、この方は瀬名一族のですね、まあ開祖とも言うべき方で、瀬名一族というのは後々ですね、瀬名姫まで、この方は瀬名姫のおじいさんのお父さんですよね。まあ、少し前の時代ですけども、今川一族が、この地に到着して、その分家ですけども、瀬名一族というのはですね、今川家の中でも、まあ、かなりの重心だと。まあ、瀬名村というところですね、まあ、京明名字、この土地の名前を名乗ってという、この辺に屋敷があったみたい、屋敷の跡地ですね。署名は義秀という方らしいですけども、まあ、一番はですね、まあ、義貞亡き後のですね、旧家の今川家を助けたと。特に辰夫丸のですね、後継人、補佐役ということでですね、まあ、一族の中でも趣を成していたという方になりますね。まあ、こちらの後継院はですね、菩提寺で今手を合わせてきましたけども、お墓が裏にありますので、寄られた際はですね、ぜひ、供養塔がありますので、手を合わせていればと思いますね。ご夫婦のお墓だったと思いますけどね、昔、まあ、一度来たことあるんですけど、ちょっと動画撮ってなかったんで、こちらの本殿の方で失礼させていただきます。今川一族、瀬名和秀公でした。